Rambutnya bos. Iya. Aduh kamu. Yo. Kapan sih kapan sih? Orang mana orang? Awas bos. Bos parah bos. Yep, okay, I'm Yuri. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for coming here. Hi, Suki. ギターの瀬田美穂です。よろしくお願いします。ありがとう。ギターの凛です。よろしくお願いします。お願いします。須藤博です。よろしくお願いします。お願いします。ドラムの幸美です。よろしくお願いします。お願いします。先輩だったり、こうキャリア的に先輩の方々と、ライブできることはすごい光栄に思ってます。いや、簡単には sangat bangga ya, karena bisa bergabung dengan para senior untuk hadir dalam J-Rock Evolution ini. Jadi buat mereka itu sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri.その中で、ユナイトらしくこう何かこう若々しいこうアグレッシブな感じを出せたらいいなと思っているので、ぜひそこは、インドネシアの方にも見ていただきたいなと思っています。いや、jadi dalam satu kesatuan ini mereka berharap bisa para fans juga bisa ikut menikmati performance mereka semua. Ya. Oke. Okay. Ibu Sono. ボーカルの達郎です。ギターのリアです。よろしくお願いします。ベースのユッケです。よろしくお願いします。ドラムのサムチです。お願いします。シンガポールにシンガポールの、はい。みんなこう楽しそうな顔して、ライブ楽しんでくれてるのは変わらないですけど、うん、やっぱり音楽の根付き方が、そのロックなサウンドっていうのが、やっぱりヨーロッパの方が根付いてると思うので、すごく皆さん、その体を使ってるノリとか、そういうのは自由に楽しんでもらえてるなって感じがして、その分、今日のシンガポールとかは、はい、まだこう、初めて見てくれる人とかもたくさんいるから、すごく待っててくれたっていう熱狂的なこう、声で出してくれたりとかっていう反応がたくさんあるので、ムックのライブってまたノリが独特なところがあるので、こういう感じで楽しんでてねっていうのを、教えてあげると、それにこうレスポンスしてくれてるのも楽しくて、これから先がどんどん楽しみだなって思います、はい、アジアの人は。はい。いや、jadi buat mereka、mungkin tidak terlalu berbeda ya dari dengan konsep di Eropa yang di Asia, cuman kalau di Eropa mereka bilang、orang-orang Eropa itu lebihbadannya lebih aktif, jadi untuk menikmati konser itu mereka lebih banyak bergerak, jadi kayak semacam mosh pit dan sebagainya. Tapi kalau di Asia, buat dia atau buat waktu dia nge-fair di Singapura, mereka kalau Asia itu lebih semangatnya, mereka ikut bernyanyi. Mereka ikut nyanyi. Jadi mungkin perbedaannya dengan antara Eropa dan Asia, kalau Eropa lebih menikmati dengan gerak badannya, kalau Asia mungkin lebihdengan suaranya. はじめまして、アリスナインギターのヒロトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アリスナインギターの小田です。お願いします。ベースの高田です。よろしくお願いします。ドラムのナオです。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨日到着して、まあ、ホテルの近くしか行ってないんですけど、すごくこちらの現地のジャカルタのファンの方は、
すごいピュアな目と、あとすごい気持ちを持ってるなっていう印象で、そうですね、なんかなんだろう、自分がこう、子供の時に好きなアーティストを追っかけてた時の、なんか大事な気持ちをすごい思い、呼び起こしてくれるような、そういうすごい熱い気持ちだったり、ハートを感じました。昨日、ジャカルタに着いて、そうですね、僕もショッピングモールを回ったんですけれども、誰にも気づかれませんでした。あ、伝わる。マックして歩いてたんですけど、かなり不審でした。そして、インドネシアディナーイーティングしました。おぉどんな食べ物でした？どんな料理？ナチダッチ、ナチナチゴレン、ナチゴレン、あーゴレン、ゴレンですね。あとナチディック、ブンガル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 、ああ、そう、うん、はいはいはい、ベリーファースト、綺麗な場所に訪れさせていただいて、まあ、いろんな方、まあ、教育大の方だったり、みんな笑顔で優しい方々ばかりで、本当にそうですね、初めて訪れたんですが、本当にこの国というか、まあ、ジャカルタ中心にすごく今大好きになったので、だから明日のライブが楽しみです。はい、いや、まあ、たくさん女性が歩いてたんですよね。ショッピングの場所がいっぱいあったので、たくさんの女性が歩いていらっしゃって、みんな、なんですかね、セクシーでしたね。すごくセクシーな方が多いなと思いました。日本の女性は、結構メイクも分厚い方が、派手な方が、まあ、割と多い。ジャカルタの女性はナチュラルビューティーが多いのかな。OK、いいよ。それはすごくジャカルタの男性は喜ぶべきことだなと。そうですね。はい。はい。日が回ったんですけども、まあ、すごい女性の方はみんな美しかったんですけども、まあ、声をかけられる方はほとんど男性だったっていう、はい、まあ、ことなんですけど、なんかこう、日本では、あまりこう、なんでしょうね、男性に逆に声をかけられることがないというか、そこまでこう、男性に、あんま浸透してない男性でも、あるのかなという感じなんですけども、すごいやっぱり、こう、男の方から、頑張ってくださいとか言われて、なんかこう、勇気と元気が持てて、すごい、まあ、心の支えになって、明日のライブ、頑張れるなという気がしました。